僕は人間大好きですから、やっぱり人間愛というか、全然例えば知らない人でも何か起こった時に書いてくれてますよね、特定多数の人でも助け合っていかないといけないという、電車の中で何か起こった時、そういう光景よくあるじゃないですか。サラリーマンでネクタイ外して血止めをしたり、ハンカチを持って、血を止めてあげたりという、そういう光景ありますよね。僕は日比谷線でそういう状態を見てきましたもんですからね、それで今までずっと人間との関わり合いの作品を作ってきたということなんです。ただそれはいいんだけれども、やっぱり現実っていうことに対してこうそればっかり追っかけていくと、なんかそこに夢も希望もね、これなんだろうっていうふうなものを不特定なものをやっぱり書いていかないと、絵なんてものは正しいとか間違いじゃないんだから、いろんなことを感じてもらうためには、ただ単なる状況描写をしててもあまり意味ないなと。やっぱりその人が自分の感性で感じてるもらうもんだというふうなことを思うようになりましたですね。これは感じさせていかなきゃいけない、感じてもらわなきゃいけないっていうふうな思いが強くなった。いや、この小さい子供たちは、これ僕はまだ学校へ行ってますので、子供の未来とか将来っていうのに対してすごくやっぱり託すんですよ。この子たちは今がこういう状態で必ず、これも希望、夢ですね、僕の。彼らは必ず成長というか、我々は想像できないようなことを、若者になったらやるだろうという僕は夢を託してる。でその元が岩石のような感じするんですね。だそれを磨き方によって、どの 子供もね、必ず何か持ってる、それを信じる自分でありたいなと。僕はもうとにかく障害のテーマは、人物を描いていく、人間を描いていく。でそれをね、その時代に合った僕は自分でありたいと。やっぱり絶えず生きてるという、自分が毎日生きてるんだという中で、嬉しさや悲しさや、人から受けた非常に思いみたいなものをね、生きてる間、一日一回は嬉しい気持ちになれるような人生を送りたいと、探せばあるはずだと。すると僕の未来は、死ぬまでにずっとたくさんの、自分の思いのせいか、絵描きとして、生きるんじゃないのかな、そういう思いで描いていきたいですね。はい、生きる希望を作品にしていきたい。